はい、ジョーです。今回は定番の劣勢モルフっていうことで、ボールパイソンの劣勢モルフをね、僕が飼育しているモルフ、いわゆる品種にはなるんですけれども、ご紹介を改めてしていこうかと思います。そして先にね、お伝えしておかないといけないことがあるんですけれども、クラウンに関しましては僕が持っていないので登場することはございません。ちょっと個人的に今ブリーディングをしていくって考えた時に、やっぱりクラウンって今手を出せるところではないよねっていうのと、まあその何ですかね、まあ、狙ってもいいかなっていうクラウンコンボはいるんですけれども、今そこに手をつける余裕がないっていうか、時間的にもね、そこを育てる意味がないかなと思ってるんで、申し訳ないんですけども、クラウンは出てこないと思ってください。では、どうぞ。はい、まずはアルビノのボールパイソンからのご紹介です。まあ、ほんまにね、ド定番の劣勢モルフって言っていいんじゃないでしょうか。まあ、普通のね、アルビノです。いろいろね、アルビノにもこう、ラベンダーアルビノだとか、ウルトラメールだとか、キャンディーだとか、いろいろね、いるんですけれども、この子はアルビノボールパイソンとしてよく流通している個体です。T ポジティブ、T ネガティブっていうね、概念がアルビノにはあったりするんですけれども、アルビノボールパイソンって書かれてるだけであれば、T ネガティブの方のアルビノだと思ってもらって結構です。まあよくね、T プラス、T マイナスっていう表現する人いるんですけれども、正しくは T ポジティブ、T ネガティブっていう言葉です。あれば、海外のね、YouTuber さんのやつとか見てると、普通にネガティブ、ポジティブで言ってるのに、日本だけプラスマイナスでね、結構言ってるんで、僕自身はこのネガティブ、ポジティブって発言は、海外の基準で合わすようにはしてます。T ネガティブのアルビノっていうことなので、基本的に黒色の色素がなくなるって感じです。なので、白と黄色って感じですね。ノーマルのボールパイソンでいうところの黒の色が入っているところが白色になって、茶色のところが黄色になる、そんな感覚でいいでしょう。そしてまあ目の方がね、先ほどから見えてると思うんですけど、赤色、これも黒の色素がないので、この赤い目っていうのは血の色です。目に通ってる血の色がこんな感じに見えているよって言ったら、それだけなので、その目が悪いとかうんぬんかんぬん言われることありますけれども、そんな気にすることはないと思います。まあこちらがアルビノボールパイソン、まあド定番の劣勢モルフです。はい、続いてがこちらがパイボールですね。まあこの子に関しましては結構ね、ロー寄りのパイにはなるんですけれども、まあ、これも定番の劣勢モルフですね。このパイボールの白さっていうのは、ボールパイソンのね、いろんなモルフの中でも一番白いっていう風に言われてたりします。でこういうね、ホクロがたまに出るんですけど、ホワイトウェディングね、考えてる方は気をつけてください。こういうホクロね、出る可能性あります。いきなりね、こういうホクロが出てくることがあるんで、その辺は気をつけてください。ほんまにホワイトウェディングね、真っ白で純白やって買ってて育ててると、こんな出ることあるんで、それだけは気をつけてください。まあホクロみたいなね、柄が出てそれを可愛がるっていうのも一つの手段ですけどね。まああとはそうですね、まあほんまに定番なんでこんな感じですけど、まあ僕はこの2ラインっていうね、ここ意識してパイボールを集めてます。これが途中途切れることによってスマイリーフェイスとか絵文字パイっていうのになるので、ここはやっぱり意識してパイボールは買うかなーっていうところですね。この2ラインですね。まあ、ロー、ミドル、ハイってね、いろいろパイはいるんで、好みのパイボールを探してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、この子もパイボールなんですけれども、先ほどのはノーマルのシングルのパイボールです。こちらの子はオレンジドリームパイボール。いわゆるオレンジドリームとパイボールのコンボモルフっていう感じです。なので、ちょっとね、オレンジかかってる色合いしてます。まあ、この子もどっちかっていうと、まあ、ロー寄りのミドルって感じかな。まあ、ほぼローですけどね。って感じです。ただ、オレンジドリームの効果で、こういう風にね、オレンジ色、すごく綺麗に出ているのと、先ほども言ったように、僕はこの2ラインっていうのを意識して購入してます。まあ、こことかね、まあ、見ようによったら、顔に見えんこともないでしょ。こうやったら。ってな感じで、ちゃんとしっかりね、ここ途切れさせたいなっていうような感じではあります。まあ、パイもね、様々なコンボいるんで、そのコンボモルフによって、柄の入り方、色の入り方全然変わってくるんで、好みのね一匹探すのも面白いと思います。はい、こちらはアルビノのパイボールです。一番最初に紹介した T ネガティブのアルビノとパイボールのコンボモルフですね。もうシンプルにもアルビノ化しましたよって、ただそれだけです。本当にそれだけ。この子はまあどっちかっていうとハイかなっていうような、そんな模様をしています。もちろん何でも言うように2ライン実はあります。ここにね、オレンジドリームとかイエローベリーとか入れることによって、ビビーの頃はちょっとね、こうもうちょっとオレンジが強かったりっていう個体を出すことができます。まあドリームシクルの OD とか YB とかね、結構綺麗なんですけど、どうしてもラベンダーの効果で色薄まるんで、僕はこっちの T ネガティブの方の普通のアルビノで濃くしていこうかなっていう風な考えはあります。ちょっとね、ピンクっぽく見えてるのは脱皮前なのかなっていう、そんな感じで僕は考えてます。っていうか、まあそういう風に見てます。
だいたいね脱皮前になると白濁りする前にこのアルビノのパイとかこういう純白系の白い子っていうのはちょっとねピンクがかった色合いすることが多いです。だから病気では何でもないので、その辺ね気にされる方は気にしておいてもいいんじゃないかなと思います。こちらがアルビノのパイボールって感じです。はい、続いてのレッセイモルフはアザンティックっていうモルフです。黄色の色素がなくなるっていうようなモルフなんですけれども、ちょっとブラウンアウトすることによって赤みがもっと出たり茶色みが強くなったりすることがあります。うちの子は TSK ラインなので白みが強く出るよって言われているアザンティックです。まあまあ僕はやっぱりどうしてもストームトルーパーとかねあれかっこいいなと思っちゃうんで、あの白さが欲しくて TSK のラインを持ってます。まあ、TSK のラインでもねアダルトになってもこの白黒のモノトーンさが残ってる子と残ってない子がいるんで、まあ、もし選別交配するならアダルトでもどっちかっていうと白黒のモノトーンな個体のラインを確保する方がいいんじゃないかなと僕は思ってたりします。はい、続いては先ほどの TSK アザンティックにパステルが入っているコンボモルフのパステル TSK アザンティックです。パステルの方は共有性です。 TSK アザンは劣性って感じですね。そこのコンボモルフです。まあ見てもらったら分かるように先ほどよりもね白が際立ってるかなって、多分ねでもパステルの効果でブラウンアウトどんどんしてくると思います。まあ、劣性モルフのアザンティックに定番のパステルを入れたっていうそんな感じのモルフではございます。はい、続いてのこちらの子が TSK アザンティックのバンブルビーになります。まあね動画でもね何回か紹介してますけれども、パステルとスパイダーと TSK アザンティックって感じですね。パステルとスパイダーでバンブルビーっていうモルフにみたいなあだ名というかニックネームがついて、そこに TSK アザンをさらにコンボしたっていう30モルフになります。シンプルにバンブルビーから黄色い色素を抜きましたよっていう、ただそれだけです。アザンティックを入れるっていうのはそういうことです。黄色の色素を抜くっていうだけなので、アザンティックの効果で黄色の色素がなくなるんで白黒とかこういうグレーのねモノトーンな色になりますよって、ただただそれだけです。ただ30モルフなので1から出そうと思うとかなり時間がかかっちゃいます。その劣性モルフって本当に時間かかるんですよ、さらにコンボしようって思うと。なので1から作るよりちょっと高くてもやっぱりコンボモルフ買っといた方が個人的にはいいんじゃないかなと思います。本当に餌代っていうのかかってきます。2年3年、特にメスやったらもうちょいかかるかもしれないですし、そう考えた時に、まあ、根崩れ絶対ボールパイソンっていうのを起こしますから、今のうちにコンボ買えそうならコンボ買っといて育てる方が、まあ、近道ですし時間短縮かなっていうふうには僕は思います。迷わず投資先っていうのはコンボモルフ言っといた方がいいかなって、特に劣性は思いますかね。僕はそういうふうな考えで集めてます。はい、ということでね改めて劣性モルフだけ今回ご紹介したんですけれども、まあ値段的なことを言うとアルビノが一番安いのかなとは思います。でその次にパイアザンほぼ同等ぐらいかなって思うんですけれども、まあ、ちょっとアザンティックの方が複数のラインがねあるんで、それで値段のやっぱり上下あるかなっていうのと、まあ、パイボールも模様での値段の差があるよっていう感じですかね。あとは特に劣性モルフで言うとオスメスの値段の差っていうのは結構してたりするかなと思いますね。お店さんによったら1万近く変わってくるんじゃないかなとは思います。まあそこはもうブリーディングするかしないかの考えでお迎えするのもよし、まあ大きく育てたいならメス一択だよねっていうところにはなってくると思うんで、まあ劣性モルフは劣性モルフのやっぱり良さっていうのがありますね。有性共有性とはまた違った劣性遺伝数からこその、まあ、色や柄っていう感じはもう納得させられるかなっていうようなモルフがたくさんいると思います。もちろんねシングルからコンボたくさんね作れるんですけれども、時間がものすごくかかるんで、どうしても劣性モルフっていうのは値段が下がるのが緩やかです、どちらかというとね。ただちょっとね気がかりなのはボールパイソンが暴落する前ってある程度一気にねブームが来てドバーってね出回るんですよ。特にクラウンとデザゴ、ここは僕ものすごく怖いです。はい、ここ数年で飼われた方でブリーディング目指して販売していこうって考えてる方がいらっしゃったら、あくまで僕の考えですけどちょっと当てにせん方がいいレベルの流通量やとは思ってます。お金に変えようって考えてるなら、まあ、デザゴとクラウンは気をつけた方がいいよとは僕は思います。最新モルフでこれはすげえなっていうのがね絡んでこない限り、まあ、暴落はし続けるであろうと僕は見てます。まあ、それがボールパイソンの、まあ、値段っていうかねその価格帯の流れというか、まあ、ある程度ね長年やってる人はつかめてはると思うんですけれども、ここ1、2年でやられた方からすると全然見えてないところあるでしょうしっていうので、まあ僕はそういう情報も出していきますよって感じですかね。はい、まあ、これはね最近やらはった人に言ったら驚かはるんですけど、パイボールなんて一時オスで3万後半とか普通にやりましたし、アルビノでもオスで3万円台とか普通にやりましたからね。まあそれを知ってる人間からすると
今の値段って高いよねっていう感覚にはなっちゃうんで、まあまあその辺はおいおいまた詳しくね話せる機会があれば話そうと思います。ということで今回の動画はこれで終わります。ぜひ Twitter、Instagram のフォロー、そしてこちらのチャンネル登録をよろしくお願いします。そして何か取り上げてほしいことがございましたらご遠慮なく DM の方をお送りください。ではまた。